バトンバスチュース今日もみんなの心理やってきました。今日はどちらにいますか？はい、今日は天空パンというこれ新宿天空パン、はい、これ新宿から新宿駅から徒歩5分ぐらいですかね、の四川料理屋さんにいますと、こうメニューが全部真っ赤なんですよ。何頼むんですか？とりあえず一番人気の麻婆豆腐と牛肉の激辛水煮。これやばそうだ、もう真っ赤っかだよ。美味しそう。激辛水煮結構辛いですか？そうです。ああ、ほんと食べれない人がいます。まあもちろんみんな食べる、四川出身の人でも苦手な人もいます。おお、有吉ゼミに出ました。有吉ゼミで、これが魚ですね。白身魚が入ってる。どういう感じなんだろう。わあ。あ、なるほど。うわ、うまそう。普通に。結構な重量。やめやめ、こぼれるこぼれる。こぼれるから。あんま傾けると。やめて。やめろ。これは別にこの唐辛子は別に全部食べる必要はないから。あくまで香り付け。気をつけてください。はい。いただきます。おー、行きました、パクリと。どうぞどうぞ。うまい。多分美味しい。多分美味しい、美味しい。じゃあちょっといただきます。うー、これ、この魚、白身魚めっちゃ大きい。いただきます。あー。山椒きつくない？山椒きつくない？めっちゃ痺れる。痺れる。味覚おかしくない？え？嘘？マジマジマジ。はい。え？嘘でしょ？うん。これ結構痺れが。うん。もう汗が、もう汗がこの通り。さっき私があの水しぶきかけました。かけてねえわ。実際は辛くない。カレーは、カレーししぶれ。聞きました。こっちうまそう。わあ。こっちうまそうって言いました。こっちもうまそう。いろんな人に愛されてるってことは、そこまですごい辛いってわけだと思う。辛いから、どう見たって辛いでしょ、見て。もう全部もう真っ赤くなってる。何そんな辛くないことアピールする。実際の辛い、おいしい。うん、喉が温まる。喉温まる。じゃあこれはもうね、回収よ。お唐辛子しか食べない。じゃあちょっと残りの麻婆豆腐を行きましょう。うん。うん。マジシャンじゃねえんだ俺は。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ辛かった。あ、美味しい。まあ確かに美味しい、美味しいですけど辛い。この通り、もう汗がもう止まらん止まらん。やってねえから、霧吹き。美味しい。辛さレベルの発表しておきましょう。じゃあまずこっちね、激辛水煮の方、辛さレベル、じゃらららららじゃじゃん、辛さレベル9です。おめでとうございます。あ、こちらディズニーの方はね、非常にこう山椒が効いてて、あの辛い上にしびれてね、結構きつかったです。妹さんはこのね、山椒がね、わりかし池の方なんで、まあ長いと思うんですけど、結構山椒苦手なんで9、辛い、しびれる、しびれがまあ、うまい。じゃあ続いてこっちの麻婆豆腐ですね。麻婆豆腐、辛さレベル、じゃららららら、じゃじゃ、辛さレベル7です。全部下やめろ。同じ唐辛子を使ってるので、ね、喉を刺激するような辛さですけど、まあこう味噌っぽい味付けが非常にご飯と合って美味しかったです。あ、いい加減にしろ。
やめろ。というわけで今回出演している井本さんのツイッターは概要欄に貼っておきますんでフォローお願いします。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター等々も更新しますのでフォローお願いします。究極的には辛いです。ぶっちゃけもう辛いから、ぶっちゃけもう辛いから。でも斜めは一緒、水には。チャンネル登録